昔、VHS テープがです、ね、ソフトとして発売されてた時代も必ずこの「サラベイゾスキルパンよと」と、まあ、あと「死の翼アルバートロス」だけは入っているという評判になった回ですね空を飛ぶロボットがブーンってここを通り過ぎるところから始まるんですねこれがですね今回のです、ね、事件を起こすロボットラムダというロボットなんですけども、えー、宝石店を襲ったラムダはですね、えー、胸からマジックハンドを出したり掃除機みたいなものを出したりしてですね次々と宝石を奪うと。 で、でで、宝石を奪ってです、ね、帰るんですねで。基地に帰ると中から背中がパカッと開くとですね中からこう女の子ですねさっきまでがです、ね、このまず「さらば愛しきルパン用の見どころなんですけどちょっとここからですねなんで宮崎駿はです、ね、ルパン三世それも二度とやらないってもともと言ってたんですね。 ルパン三世が1971年にアニメ化された時にですね仕事が入ったから喜びながらもなんで今更ルパンっていうことを散々言ってたんですね宮崎駿。もう今じゃないだろうと本当だったら60年代の末にやらないと意味がないんだと言ってたのが71年からのアニメにしぶしぶ参加して、まあ、それでもルパンどん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 面白くしてたんですけどそのシーズン1が終わった時にもうルパンやらないって言ったんですよ。でその後です、ね、1987年に、 あ78年にカリオストン城がですね監督決まった時にですねルパンもうやることないんだだからやることないからルパンの最後を飾るような作品やりたいって言ってでカリオストン城を作ったわけですねところがカリオストン城がまあご存知の通りですね興行成績がいまいちだったもので仕事がなくなりですねでカリオストン城を作ったですねあのアニメスタジオも仕事なくなっちゃったわけですね。 でその結果、まあ、テレビシリーズのです、ね、プロデューサーたちがちょっとなんか仕事やらないとやばいぞというふうなことで偶然最終回が回ってくることになるんですけどもです、ね、そこにですねなんで人が乗るロボットっていうのを出したのかとはっきり言ってなんでかっていうとガンンダムに負けたたからだと思うんでですす。す。ね。1979年、ルパン三世カリオスの城を作作ります徹底した娯楽作です人間を縛るルールとかしがらみからの解放だけを信じられると。 当時の社会運動ですか、ね、1960年代後半から70年代ぐらいまでのです、ね、社会運動に関わったお兄さんお姉さんたちがです、ね、一斉に行った方向なんですけどもなんでその日本ではです、ね、ヒッピーっぽい人たちが髪の毛を伸ばすのかっていうと、えー、どの方向に行っても社会を変えられないんだったら自分たちは社会を変えるんじゃなくてその社会のルールから逸脱しようという方向に行き出したんですね。 なのので、で彼らは髪の毛を伸ばし出し出たんです。宮崎さんがルパンを作るというのはどういうことかっていうとこれまでのその主義主張ですか太陽の王子ホルスとかですね、えー、未来少年コナンのような科学文明というのは管理社会というのは人間を幸せにするとは限らないその中でもっと人間らしく大地に立って生きていこうというような主張が受けられないんだったら一層狂楽主義的な快感原則に沿って行動する 一番自分が嫌いなタイプのルパン三世というキャラクターを描くことで人間を縛るルールとかしがらみから逃げ出そう解放されようというふうなことを描いたんですね。ところがですね まあ、またもやです、ね、1979年にはです、ね、同時にです、ね、宮崎駿のカリオストロの城をです、ね、ひっくり返す作品が出てきてしまいました皆さんもご存じの通りですね同時期の「機動戦士ガンダム」を宮崎さんがカリオストロの城で書いたです、ね「そんな縛るものから逃げちゃえばいいんだクラリスお前もそんな自分を縛るカリオストロ航空の掟みたいなところから抜け出して光の中に入ればいいんだよ」という脳、ね、天気なメッセージではなく <laughs> いやなんかルパンみたいに強い 良くないアムロ・レイ君とはですね状況の中で戦わざるを得なくなってきてその中で大人たちの誤解ともは戦いながらですねなんかこう小疲れながらですね一人の人間として生きてきて周りのです、ね、仲間と口論し合いながらもう人間性ぐちゃぐちゃになりながらやるというですねぶっちゃけ言えばアニメとしてはカレオットの城の方がずっといいんですよ。 でもその当時の,です、ね、あの若者の心理としてはカリオストロの城みたいなもう現状批判というかです、ね、逃げてばっかりの話よりでのがはるかににリアルに感じちゃったわけですね。でまあ、時代の読み違いといえば時代の読み違いただこのカリオストロの城のです、ね、徹底したエンターテインメント精神っていうのは逆に言えばその時代でなくてもいいんですよ。 機動戦士ガンダムがあれほどヒットしたのはあの時代というのがあったからこそなもんですけどもルパン3世のですねもう面倒くさいことはやめてあの人間というのは自由に生きればいいんだっていうメッセージはどの時代でも共通して流れるものですから。 逆に、後々になってみればカリオストロン城の方が評価が上がってきたそういう後から来たようないいことあるんですけども1979年、その時の時戦いに、やっぱり宮崎強者ではないですねつまりルパンになれないですねコナンになれないですねアムロレイっていうのはですね状況の中で戦争に巻き込まれて逃げ出すこともできずに彼自身が友達を失いながら戦うというふうなことでおとになる道を少しずつ歩むと。 そこがその宮崎駿さんのですねカリオストロの城のいつまでもおとわい,いならないルパン。 だから、おじさまと言われて、女の子と付き合いを多いそうになって、ムヒョヒョっていうような感じと、精神年齢の差を見せつけるがゴトクの作品で,で、負けてしまいましたです、ね。カリオストロ惨敗、えー、ガンダム大ヒットということになります。<laughs> 1970年代の宮崎駿というのは、宇宙戦艦ヤマトに負けて、機動戦士ガンダムに負けるという、クリエイターとしては超一流でありながら、 時代の流れというものと全然違うものを作っていたんですねで時代の流れはもう完全にロボットもの SF ものだったんですよ。ロボットを出せば本当に何で「ももも、いい、SF であれば何でもいいいいいででででればななんと言ってぎはら時代なんですねで。未来少年コナン」でもロボノイドを出したんですけどロボノイドじゃないわけですね視聴者が求めてるのは。で特にその「未来少年コナン」作ったのって「機動戦士ガンダム」のテレビ放映とほとんど同時期なんですよ。で 受けた評価の圧倒的な違い。マニア筋もともとのアニメーション映画が好きな人は「未来少年コナン」はすごいってそれはわかるんですねでもアニメファンその時当時出始めたアニメーションではなくてアニメファンっていうのはそれはもう圧倒的と言ってもいいほどですか「あの機動戦士ガンダム」を評価するわけですよ。で、ガンダムって民放だから。 打ち切りになったとはいえ、途中で打ち切りになったとはいえですね。再放送がものすごいわけですね。もう本当に日本中ですね。どの曲つけても、どっかで機動戦士ガンダムがやっているという状態が。 2年も3年も続いて、それで劇場版という流れになったわけですね。ところがですね、未来少年コナンって、N. H. K. で放送されたもんですからですね。再放送がなかなかできないんですね。本当ほとんどない状態だったんですよ。あの機動戦士ガンダムは、そのまあ、日本中で再放送が繰り返されて。で、映画化になって、富野義行、自らがテリビ版の監督が、あの劇場版の監督をできたんですけども。ところが、未来少年コナンはですね、ろくに再放送もされず。やっと、アニメブームがあるから、映画化って話。 にに、なった時に宮崎駿はですね監督から外されてというかまあメインスタッフほぼ劇場版の未来少年コナンから外されてですね勝手に作られてしまったわけですね。なので未来少年コナン宮崎駿が本当に生命をかけたような自分のデビュー作。 ですね、長編テレビシリーズっていうのは「アルプスの少女ハイジ」だってあれだけの名作を作ってたんですけども結局商業的に成功したのは宇宙戦艦ヤマトなんですね宇宙戦艦ヤマトにハイジが殺されてそして未来少年コナンが「機動戦士ガンダム」に殺されたそれはもう本当に絵が古い流行らない今時の流行りの筋の SF じゃないっていうそういうふうにですねこう 宮崎駿はまあまあ時代遅れの作家みたいに見られてたわけですね。なので言っちゃえばですね、この人が乗ってるロボットって何かっていうと、俺だってガンダム作れるもん by 宮崎駿。これなわけですね。俺だってガンダム作れるっていうのはですね、三つの要素からなっています。まずは人間が乗って操縦する搭乗型ロボットを出すということ。次に主人公ロボットに乗るキャラクターが 暗い性格です、ね。それまだのアニメでありえないほど暗い性格あと3つ目量産型の登場こういうふうになっていると思うんですねまずですねガンダムとの共通点の1つ目登場型ロボットであるっていうです、ね、クレーンゲームの景品、ね、のフィギュアをです、ね、ちょっとあの手に入れて持ってきたんですけどもこれがあの今回登場するロボット兵のラムダですね身長 4m ですねでこの肩に乗ってるのが小山田真紀というですねあの中に入って操縦するキャラクターなんですけども。 もうほとんどこの人間が中に入れるとは思えないぐらいなんですね。でこれねフィギュアねこれちょっと嘘があって人物小さい目に作ってるんですね。本当はもっと身長で設定見てみると早送りの設定ですねコンテの表紙がこういうふうになってるんですけども「ルパン三世最終回『泥棒は平和を愛す』これがまあ本来やりたかったタイトルなんですけども。 あのルパン三世、ね、宮崎駿監督といってもですねシリーズ構成はもっと偉い人たちが持っていてその人たちがタイトルを決めるんですねで。なんといってもやっぱこれのラムダの特徴はですねこの人間が無理やり乗ってるからわかるんですけども、まあ、さっきの,あの降りてるシーンがこれぐらいなんですけども後で乗ってるシーン見たらですねもう本当にこんなポーズでですね で周りに機械とか景気がもうギチギチに入ってるんですね美術部にですね断面フィギュアを作ってもらったんですけども、まあ、あのアップの写真用意しましたけどもこうこうですねでここの後ろにこの見えてるちょっと茶色っぽいのが椅子ですねでこれ暗いから分かりにくいと思うのでもうね 写真僕が写真明るいとこあの照明を当ててこういうふうになってるわけですねあの横向きな時にシートがこうなっててもうほんとにここに体育館座り座るんですね。 三角座りして、頭ここでですね。で、目の前のケーキを見ている感じですね。これが、まあ、やや後ろから前を見た構図。で、これがやや前から後ろ側を見た構図ですね。シートがあると言ってもですね、水平に飛んでる時でも垂直に飛んでる時でも全く姿勢安定しない。とにかく体育館座り、三角座りでないと中に、あの、いられないんですけど、このシートの中にヒロインの小山田脇はですね、体育館座りしてるわけですね。なんでこんな風にしたのかって言うと、機動戦士ガンダムで富野義行が。 もともとコアファイターっていうのはガンダムの,あの操縦席のが、まあ、変形して飛行機になるのをコアファイターっていうんですけどすごい小さい飛行機なんですよ。 ジェット機機。としてはありなないようなサイズの飛行機それがまあ、脱出カプセルみたいなもんだということでやってるのでとにかく狭く狭く書かないとダメだと。だもう、マジンガー Z から流れる歴史ですね。日本の巨大ロボットのです、ね、コックピットってでかすぎるんですね。コックピットの中で,です、ね、人が歩けるぐらいでかいんですよ。乗り物であんなものがあるはずがないと一人乗り乗り物であんなものがあるはずがないとロボットの中に人が乗ってるんだったらギチギチなはずだというふうに富野さんは何回も何回も訴えたんですけども。 ガンダムで,もです、ね、なんかその敵と戦う時にですね、安全ベルトがめちゃくちゃ伸びてですねアムロがビュインビュインビュイン,ュインってやつコクピットの中で振り回されるシーンがあるんですよ迫力はあるんですけど富田選手にしてみたら違う違うよコクピットってのは狭いんだよって思ってたんですけどもこれもですね宮崎駿が「お前描きたいのこうだろう」っていうふうにですね狭いコクピットを描いちゃうわけですねこの辺がですねそのガンダムに対して対抗意識というのかな俺がやったらもっとうまくやる。 絶対ね、宮崎駿は言わないんですよ。マクロスが入った時もね。 あんなもの見たこともないと言いながらすごい悪口が無限に出てくるからお前見てるでしょっていうふうに僕思ったんですけどもですね見てるんですよで自分もいいなと思ってるんですけどやりたいと絶対言わないとただ時々こうチラッと出すんですよねでまあ,まあ今回もですねその狭いコクピットっていうのをやってみたいあと2つ目ですねさっきも話したですね暗い主人公ですね機動戦士ガンダムのアムロレイっていうのはこれまでのロボットアニメの常識破りのですね反抗期の少年それも暗 大反抗期の少年を主人公にしたんですね。でそれに対してルパンのこの小山田真キっていうのはですね、お父さんの復讐をするためにロボットにやっぱいやいや乗り戦う美少女なんですね。どっちもお父さんの作ったロボットにいやいや乗るっていうことはあの共通してるんです。もうこれもうエヴァンゲリオンに至るまでの日本のあのロボットアニメの流れですよね。 いかにして主人公というのはファザーコンプレックスをどのようにこう乗り越えていくのかっていうのに。結局は全部なっていっちゃうのがロボットアニメの主流の流れなんですけど、だからそうでないロボットアニメっていうのはね、なかなかね。そのガンダムとかエヴァみたいに主流にはなりきれないんですね。面白いところだと思います。こんなにね。父親の作ったロボットにこだわる理由というのは。今のところ誰もあの研究していないんで、よくわからないんですけれどもですで。あと三番目ですね。量産型の登場なんですよ。 で、えー、これもですね今回美術部に作ってもらったですねちょっとね足がだんだんガタガタになってきたんで立ちにくくなってきたんでもうねできてから1週間僕が遊びすぎてですね <laughs> すいません。でこれのですね怖さっていうのは果たして何だろうかとなんでねこのシグマというロボットが怖く見えるのかっていうと。 おおお本当にどんどん置くたびにこう足がガタガタになってきた。怖く見えるのかっていうとまずね頭2つあるからなんですよ。シンプルに。で頭が2つっていうのはもう本当にキリスト教の宗教絵画でも出てくるような古典的なモンスター像なんですね。そういうモンスター性があると。でこの2つの頭が別々に動くことによって見逃さないと。ラムダのその首がクルクル回って。 で獲物を見逃さないというのは、十分怖いんですけど2つの頭がくるくる回ることによってですね見逃さないんですよ。でレーザー砲が2つついているから攻撃力の倍なんですよね。でおまけにこのレーザー砲のですねラムダのレーザー砲っていうのは例えば金庫室の金属の分厚いドアを貫通するだけなんですね。 貫通して丸くくり抜くとゴトッといって金属がこう滑り降りるんですねあくまで貫くだけなんですけどもですねあとねもう一つのですね怖く見える大事な理由っていうのは自立式つまり自分で立つという意味ではなくて自分で考えて判断して人間の命令を受けずにですね、えー、敵を探してですね攻撃する。 おまけに量産型でであるってことこなんですね。ガンダムに登場するロボット兵器もです、ね、ザクとかドムとかあの量産型登場してです、ね、主人公アムロが乗るロボットもです、ね、ガンダムもです、ね、シリーズ後半で量産型のジムが出てくるんですけども、あのー、やっぱね革命的なのはですねシグマ革命的なのがその量産型が無限に製造されるというです、ね、現代的な悪夢なんですね。これ 劇中に出てくるです、ね、シグマが、えー、登場するいわゆる小山田真紀が説明してるシーンなんですけども、えー、飛行機からですね、このロボットが無数に投下されてで,で降りていった地点でですね勝手に敵を探してどんどん破壊していくと自動的に人を見つけて殺していくロボット兵器なんですよ。でこれですねあのイメージの元になっているのはですねディズニーの ディズニーの「ファンタジアなんです、ね」の,ファンタジアの中で「魔法使いの弟子」っていう短編があるんですけどもあのミッキーマウスがですね魔法使いの弟子になって師匠の魔法使いがいない時に掃除しろというふうに言われて「 ほうきに魔法をかけたら勝手に掃除してくれる水汲みをしてくれるとああ楽だ楽だと思ってたらです、ね、そのほうきたちが全部自分の言うことを聞かなくなってそしてほうきたちはどんどん水汲みをしてるうするおかげで,ですねあっという間にです、ね、家が水浸しになってしまうという話があるんですけどもあれあのファンタジーに見せかけて実はですねその20世紀の近代化機械化オートメーション化のですね 現代社会の恐怖を描いてるんですね。魔法ファンタジーに見せかけて何であれがファンタジー「ファンタジア」というアニメがです、ね、あの時代に評価されたのかっていうとファンタジジーーののの形をを借りて、現代のテクノロジー社会の批判をしたからなんですね。人間が作ったものの便利なもののはずなのに人間がもうコントロールすることができない機械たちがどん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 同じことを繰り返して人間を破滅に追いやっていくというです、ね、現代的なテーマをやったんですけども。 「さらば愛しきルパンよ」っていうのはですねその、まあ、まとめなんですけども「さらば糸しきルパンよ」っていうのは最初に話した絵的な見どころもいっぱいあるんですけどテーマ的な見どころとしては機動戦士ガンダムへの小さな反撃。自分のアニメーターもしくは作家としての将来をですねまあまあそういう意図はないんでしょうけど邪魔をした宇宙戦艦ヤマトとあとはもう特に「機動戦士ガンダム」に対するほんのささやかな反撃である。 この3つの要素を出すことによってそれと同時にです、ね、巨大帝国ディズニーです、ね、いつか宮崎駿は倒したいと思っていた巨大帝国ディズニーの代表作であるです、ね「ファンタジア」へのです、ね、鮮やかなアンサーになっている作品だと思います。